皆さん、おはようございます。モゴモゴ입니다。今日は、韓国の時代劇が大好きな方だったら、ずっと気になってたと思う、なんで王様の後に、ジョジョン、クン、ダイヨ呼び方がバラバラなのかという疑問を解決する動画を作ってみました。今から一緒に見ていきましょう。まず、朝鮮は中国からの影響による、妙保 といいうのを使っていましたこれは王様が亡くなった後次の世代が前の王様を評価しどういった王様だったのかを記録で残す記録序の名前なんですよね。一旦まずこれにもルールがあってその中で「ぞ」というのがありますがこれは国を建国した「王だけ使うのが決まりです。 なので、古麗の手女、ワンゴン、そして、朝鮮の手女、イーソンゲを見てみると、みんな、情がついているのがわかります。そして、国を建国した後、その国を運営している王様には、ジョンという呼び方がつくのが普通でした。小さい四大王のセジョン、まあ、中九代目の、皆さんが大好きなドラマ、闘義のスクジョンがその例ですよね。でも、 朝鮮の歴史に詳しい方はわかると思いますが、初代王の手女があるのにもかかわらず、7代王の世女、21代王の四女、そして22二代二王の譲女など、実際何人かの女がいたんですよね。朝鮮は500年間続いた一つの国なのに、なんで途中でこうやって建国した女が多かったんでしょうそれを 今日、解決してみましょう。じゃあ、まずは、初めて、東大王じゃないのに、あの、女王使った聖女から見てみましょう。聖女は、実際、王様の次男で、正式な王になる資格はなかった、普通の王子、帝軍でしたが、その後、正当性のある王、六大王の誕生、つまりこれが、この聖女の老い子になりますが、 この聖造は自分が王様になりたくて、一日、あの、たった一日のクーデターを起こします。その一日で、タンジョンを支持する勢力を全部皆殺して、聖造は王になります。で、この聖造が死んだ後、その聖造の家臣たちは、聖造から依然の政府ではなく、 新しい政府が始まりますのでそうを使いましょうということで次の世代から女として評価されることになりますでその後16代王の陰助の場合は何で女がついたというと 15代王が官兵軍ですよね。後で詳しく説明しますが、王から、まあ、クーデーター、または学名と言いますかね、そういった理由で降ろされた場合は、軍がつくんですよ。つまり、16代の王、院女が官兵軍を降ろして、また自分が新しい王になりますよね。こういった場合は、さっき7代目の孫女と同じなんですけど、 家臣たちが戦王を追い出して新しい政府になりますので、女王を使うことになります。あつまりこれを見てみると、以前の王様を、まあ、れたまたは革命で追い出した場合も女を使うのがわかりますね。で、韓国ドラマに詳しい方は、官兵軍以外にもう一人の軍がいるのわかりますよね。それは、 10代王のヨンサン軍ですがこのヨンサン軍はもう皆さんが大好きなドラマチャングムの誓いの王ジ,ュンジョンによって降ろされるんですがここで気になるのはなんで11代の王のジ,ュンジョンは次の世代からなんでジョと呼ばれなかったんでしょうか もちろん家臣たちも新しい政府が始まりますので、蝶を使いましょうと意見も新しいんですけど、イジュンジョンが生きているときにずっと父上の正当な後継者の方が響きがいいとずっと言い続けたらしいですよ。なので、王様の意見を尊重する意味で次の世代はそのままジョンとして記録したようです。 じゃあ、ここで、もう皆さんに覚えてほしいのがありまして、先ほど言ったんですけど、王様からいろんな理由で弟たちに降ろされた王の場合は、こうやって君がつくんですよ。 でも、先ほど言った、なんで六代の王のダンジョンの場合は、そのままジョンでしょうか一旦、いたまず、弟に降ろされたわけでもないし、初めておじいさんに降ろされた王ですし、で、先ほど言ったように、朝鮮の唯一正当性のある王だったんですよ。あつまり、六代の前までは、三男が王様になったり、五男が王様になったりしたんですけど、ダンジョンは、自分のお父さんも長男だし、次の星座であり、 たたも長男だったので朝鮮で唯一に正統性がとても強い王だったし、でさらに当時、清尊大王の時代から続いている朝鮮の最高繁盛期だったので、国民から支持もすごかったんです。そこで、七大王の孫女が、 ジョンのことを国にしてしまったら国民とかジョンに従っていた他の家臣たちの支持をすぐ失ってしまいますのでジョンはそのままジョンとして残したんですね。 ある意味では、ま、연産軍とか、慣平軍は、まあ、いろんな理由で国民の支持を失ったんですけど、ダンジョンは国民の支持にもあったにもかかわらず、もう若すぎて、子供すぎて、自分のパワーが足りなくて、殺された。まあ、実際殺されたんですけど、殺された悲劇の運命の王でしたね。 朝鮮の前期をまとめてみると、こうやってクーデターまたは革命のなどで王様が降ろされて新しい政府が入った場合、その次の王様をゾと評価することが多かったんですけど、朝鮮後期になるとちょっとおかしいことが起こったりします。いったんまず、中六大王の陰女の場合は、 父上は、ひどい戦争から国を救い、新時代の国が始まったので、行に直すという意見を出しました。なので、そのお父さんである中4大王に行をつけて、孫女になります。つまり、クーデターとか革命があったわけじゃないけど、ひどい戦争から国を救って、新時代になったという理由で、お父さんに行をつけましたね。 で、その後、だんだん、もともと像の意味が薄くなり、二十五大王の철調の場合は、 王族ではあるけど、ロイヤルファミリーとは言いづらい、だいぶ遠い親戚のような立場だったんですけど、全王が子孫を残せなかったため、平時に利用されるような王として、王位に即位しますが、なので、結局王権はかなり弱かったんです。でその時に実際、実権を握っていたのは、23代王の奥さんであった、スノン・ワンフですが、このスノン・ワンフ、 がこのチョルチョンに私の旦那を偉い人として記録しなさいってすごい圧力をかけるんですよねで結局何の力も持てなかったチョルチョンはリズ三大王にゾをつけてスンになりますねここまで皆さん聞いたらわかると思いますがもうすでにジという意味がもう偉い人だったら誰でもつけるようになったような感じですね でその後、26代の王、コジョンは、これを見てから、偉い人が基準なら、この二人がもっと偉いからということで、21代の王、ヨンジョ、22代の王、チョンジョ、もう皆さんが大好きなイサンですが、まあ、二人とも、トギの息子、トギのひまごですよね。この二人も、ジョンにあげるんです。まあ、本当に、朝鮮王の DNA を提供したトギは、ここでもすごい、ということがわかります。 じゃあ、皆さん、ここでわかるように、最初、この女というのは、国を建国した人だけ使えなかったんだけど、まあ、こう百年も続くと、まあ、伝統とかがイメージが変わったり、薄くなったりするんで、途中ではクーデター、または革命を起こした人につけたり、後半にいたら、ただ偉い人につけるようになったりすることがわかります。 なので、他の国の歴史と違って、朝鮮はこうやって、情をつけ方がぐだぐだになってしまいましたね。 で最後ですが、今の大韓民国、韓国からは高く評価される王様には大王がつくんです。まあ、実際朝鮮時代には大王がなかったんですよ。まずは国理。まあ、朝鮮とは関係ないんですけど、一旦国理の関係党大王は、まあ韓国人が認めて大王をつけるんです。理由としては、韓国歴史最大の領土を拡張したからですね。まあ地図で見たらわかると思いますが、晩秋地域まで領土を 広げた王様です その後、朝鮮時代の太陽としては、皆さんもご存知のように、まあ、韓国の一万音札のモデルにもなりますよね。ョン大王ですよね。ョン大王は、現代の韓国領土を確保しました。つまり、今、皆さんが知っている、まあ、北朝鮮と韓国を合わせた地図は、ョン大王の時代に確保したんですよ。で、それ以外にも、まあ、今の韓国人が大好きなハングル、そのハングルを作り上げただけでも、 ョン大王は高く評価されてますよね。実際、今、韓国が大王と言ってるのはこの二人です。で、まだ非公式的な大用がいるんですが、先ほど言った、ト尉の、<laughs> まあ、東の息子とひ孫なんですが、ヨンジ女とジョンジョ、あこの二人の場合は、 まあ歴史研究家または一般の国民たちにもいろんな評価がありますのでダイオと呼ぶ人もいたり呼ばない人もいるので、まあ、まだこの人たちが大イかどうかを今話し合っている途中だと理解したらいいと思います。 じゃあ、今日はここまでです。皆さんどうですかなんで韓国の王様には最後には、ジョンがついたり、ジョーがついたり、君がついたり、またはダイオがついたり、わかりましたかで、次はま皆さんが楽しめるようなテーマで伺いますので、またよろしくお願いします。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃごまおうよ。여러ん、あんにょー。